こんにちは。こんにちは。ゴールデンウィークが始まってますが、はい、いかがお過ごしですか？ね、静かなゴールデンウィークを今年は皆さん過ごされてると思うんですけども、はい、やっぱもう静かに過ごしております。はい、粛々とそんな中で今日紹介するグッズはこちらです。こちらです。こっち、うん、こっち運気アップグッズです。下です。ピピ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 じゃん。暗い？ちょっと暗いかな。下つけるとさ、うん、白くなっちゃうんですよね。そう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 、なかなか難しいね。はい、はい、はい、こんな感じで、はい、運気アップグッズいきますよ。ここあなたの運、持っている運気を最大限に発揮できるようにするグッズ。物事の運びがうまくいってない人、なんかついてないと思ってる人におすすめなグッズです。すごいですね。すごいね。運気ってさ、運気ってさ、あるの知ってます？運だよ、運。運ってあるの知ってます？運ってさ、知ってます。じゃ、知ってると思ってます。思ってますね、はい、運ってさ、宝くじが当たるとか金持ちになるとか、そういうことじゃない？それはまた違うと思います、うん、はい、そういうことじゃない。お金で不幸になる人もたくさんいるらしいですよ、世の中。そうよ。そうでしょ。そうよ。宝くじが当たって離婚したとかあるよね。ある。山分けなのかな、そういうのって。ある。そういうのって共有財産になるんですかね。どうなんでしょうね。ねえ、気になるところだけども。どうでしょうね。そういうのの、そういうのじゃない、そういうのの運がないもんです。困ったことないね、悩んだことね。はい、そんな私もそうだけど、私きっと変わっちゃうんですよ。あ、知り合いの方がいましたよ。そうですね。そんな感じで、お金を持つと不幸になる人とかね、いろいろ言うか、お金が当たるとかなんとかじゃないんですよ。はい、運気っていうのは気の流れでもすごく密接に関係していて、気の流れが悪い人っていうのはそもそも運気はあんまり良くないです。そうです。まあ、空回りしてる人が多いですね、うん。ハムスターのあれみたくね、カラ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 ってね、うん、何やっても一緒とかね、うん、そういう人が多いんです。で、そういう運気、自然界に流れてる運気を自分の最大限に発揮できるように自分の体の中に流すっていう、そういうグッズです。すごいですね。例えば些細なことなんですけど、駐車場が空いてない人って、空いてない、止めようと思ったら空いてない人っているじゃん、結構。はい、運悪いよね。ね。ね。でも運のいい人っていうのはたまたま目の前が空いたりとかするんですよね。そうですよね。遠くに止めたとしても、その遠くに止めたがゆえに何かいいことがあるとか、そうそう、そういう運もあるはずです。はいはい、そういう運を良くするし、気の流れの巡りも良くするし、物事の運びの流れも良くするサポートをするグッズです。はい、あ、落ちてきちゃった。はい、でそれでですね、今回はね、ヘンプの感じ、これ消そうか。ちょっと見えない。うん、ね、ヘンプの感じ。はい、これはね、真珠、本真珠ですからね。ちょっと高いんですよね。これ高いです。で、こういう感じとか、はい、京都パールも使ってる。そう、京都パールも使ってるし、ね、京都パールも高いんですよね。これも京都パール、うん、こういうのもね、かわいい。はい、これあの赤マリンですね。これも高いしなんですよね。はい、高いですね。で、つけるとね、どういうわけだかね、高いのばっかり使ってね。そうね、私が作った。はい、こんな感じ。つくとね、可愛くない？はい、可愛いよね。で、使ってるうちにここっていうのはあの、なんていうんだろう、しなってきますので、そう、ね、あんまり邪魔にならないです、これだけ。うん、可愛い。夏いいね。なんなら短く切ってもね。うん、短く切ってもいいですよ。ね、うん、あとは男性とかはこんな、あ、こっちの方が見えやすいかな。こういうのもいいよね、男性。そうですね。つけるとさ、こんな感じよ。はい。ちょっとね、大きいからね。男性も運気大事だよね。大事。まあ犬だって猫だって運気は大事なんだけど。大事。大事だよね。うん？これ2つと3つ？2つと3つ？そう、これね、わざと2つと3つなの。わざとなの？そうなの、わざとなの。あら、そうなの。
はい、2つと3つでしょ、はい、5個でしょ、はい、十分にご縁がありますようにと、5個、今思ったでしょ、はい、はい、今思いました今思ったでしょ、バレたはい、そんなのとかね、こう、まあ、たまに結び方が違ったりとか、そうですね、はい、作ってるうちにちょっとね飽きちゃうのよね、ずっと同じの作ってると、これとさ、これなんか、あ、これとさ、これあれ、なん、あれ色がさ、紐の色が同じだとペアみたいだよね、そうね、うん、だから、うん、これとこれがペアか、カップルでつけてもいいかもね、そうですね、ね、大きさ違いますけど、うん、うん、そんな感じ、はい、です、はい、もしかしてだけどこれ SD カード入ってないのかな、わかりません、あ、大丈夫、入ってた、失礼しました、入ってないって言うんじゃない、入ってない、点滅してたか ら, あら困ったね、困った、入ってます、大丈夫です、仕切り直します、はい、そんな感じで運気今日ご紹介しました、はい、これもやっぱカタログとしていっぱい載せたいんだけどね、はい、なかなか難しいです、頑張ります、はい、頑張ってください、はい、ではタイマーも鳴ったことですし、はい、また後日、はい、うん、動画アップしたいと思います、はい、では皆さん良い休日を、お過ごしください。